第1回建築かぶるまで帰るまでやったーバイバーイということで、どうもこんにちは、スイチャンネルです。今回はですね、この3人で建築が、お題出すので、かぶるまで帰れませんので、皆さん。帰らないでください。よし、やっていくんだぜー。どこ行ったのもう。あ、おったおった。こんにちは。じゃあお題言うから、早速建築してください。ということで、最初のお題は。やーだ、僕は反抗期だー。やっていくぞー。最初はまあ、春だし、春のものだったら何でもいいよ。まあ、最初だからね。よいさとちーん。ちょっと作っていってください。本気出しちゃおう。オッケー、じゃあ最初から本気出して。合わせに行っていい？任せてもらう。合わせに来ていくから。合わせに、ちゃんと。なんて言うの、なんて言うの、言うなよお前。ダメだろ。ダメに決まってんだろ。なんで言うんだよ。神風は真剣に作ってるよ。だって師匠さすがだ。ということで俺はこれを作るかな。これみんなには見えてるからね。俺は言わないけどね。これ分かったらすごいけどね。分かるよ。何作ってると思う。俺芋虫。言うな、芋虫も。言っちゃう、言うと思わなかった。ダメだ。はい、もう3分ぐらい経ったよ。3分経ちました。できた。これはまあこんなもんでいっか。やばいやばいやばい。よし、じゃあみんなこれ出てきて。白いとこ出るかな。起きた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 。何それ、さっきから。じゃあちょっと、はい、皆さん見ずにこっち来てくださーい。1問目、春の風物詩。はいはいはい。僕はこちらを作りました。見てください。321ドン。見て、しだれ桜。まあ桜だね。だ、すごい。さっき鳴神が言ってたけど、まあまあいい、まあ別に1問目から終わってもいいですからね。桜もちろん作ったよね。いいだね。うん、もちろんもちろんだな。もちろん。もちろんだな。まだるかみだ。大丈夫だよ。え？大丈夫だ。大丈夫大丈夫。じゃあ、いくよ。俺、神風の建築いきたいと思います。そうだな。じゃあ、俺のやつを見てもらおうか。さあ、神風の春の風物詩見ますよ。せーの、ドン。え、なにこれ。え、うまい。え、なにこれ。は？うそだろ。おい、カレー関係ねえ。関係ねえだろお前。うまいな、でもちょっと。うまっ、神風建築。ちゃんとね、ロースカツカレーってことだね、これね。なんでだよ。おいしそう。やっぱ春と言ったらカレーだよね。おいしそう。春と言ったらだよ。だから。いや、え？分かってくれると思ってたんだぜ。桜とか、なんか、花見行くから、おにぎりとかでも別に、まあ、ギリ許したけど、カレーはない。いやいやいや、カレーだよ。そうなの？なるかみ。なるかみそうなの？そうそうそう。え、でも、髪はずうまいな。じゃあちょっと、うまい、僕の見てみよう。なるかみのも見ます。せーの。なんでだよ。見た？見た見た。ダメだよ見たら。なるかみ、奇跡って言うなよ。じゃあ合わせに行こうよ。いや、これちょっと合わせに来て。うん、だから揃えに来てね。これ絶対俺が合ってるからね。これなんかシチュエーションがおかしいな。これ春はカレーだよ。そうだ、春はカレーだ。俺様たちはカレーを作ったんだからな。よし、じゃあ今日は6時間コースだ。6時間やるぞーこれ。やったー、楽しみー。うーん、次のお題は神風の顔を変えるとしたらということで、よいスタートー。もうすぐ作ってねー。そう、気がせんやり。まあないけど早めがいいな。忙したら僕とんでもないの作っちゃうよ。やばい、急いで。まあ神風の顔を変えるとしたら、まああそこしかないよな、正直。あそこだね。だからあそこを作ってほしい。合わせに来てるからね、みんな。みんな合わせに来てるよ、ちゃんと。任せて
変えるとこだからね。僕の師匠だからね、イケメンにするよもちろん。いじめ。よし、ということですぐ完成したので見てください。こちら神風の変えるところドン。よいしょ。やっぱり神風は鼻がないから鼻を豚さんみたいにつけたんだぜ。いや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 、Cチャンネル見せてるぜ。まったくもう、まず俺様こんなおでこ広くないんだぜ。いいの別に。あ、おでこ広いしね。あとよだれ、あとよだれはね、ちゃんとね、これね、必要だから。あー、ごめんごめんごめん。俺様ダメなんだぜ。必要なんだね、よだれは。これも、まあ、これもいいね。いいね、いいね。あよくないか。まあまあまあ、いいよ。髪の毛だろうが。じゃあ髪の毛見るよ。俺様の顔をバカにしちゃえば。おいおいおい、もちろん。でも俺の顔だからね。変えるとこがいったらやっぱここでしょ。おう。え？何が変わったの？おい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 。ここを見ろ、ここを。ほら、黄色のあれがほら。え？もともとほら。これだったのが、これになっただけ。おお、じゃあ、いらないってこと。香りになってしまうからな。まあ、思わなきゃだからよくね、別に。師匠、これないとダメだよ。あ、嘘嘘、ごめんごめん、何も言ってない。師匠じゃない。そう。ただ師匠だから。そうか。やだる髪よくわかってるな。実際現代これがあることによって俺さ、ちょっと、え？あれ？なんか口が、あれ？ちょっと、この水。おお。まあでも可愛い可愛い。あー、師匠かわいいよ。よし、じゃあ次行くぞ。待ってないけど。僕の見てよ、これ。じゃあ行くよー、せーの。おい、全然違うじゃないか。師匠の肌色はピンクの方がいいんだよ。やった。いやー、これは個性出るなー。いやー、ちょっと鳴神みたいになっちゃって、鳴神二人もいらないよ。いらない。いらない。たくさん欲しいな。はい、じゃあ合いませんでしたということで、あの全然合いません。合うよ。じゃあ次。誰に合わなかったのがおかしいな。なんてだよそれ。じゃあ春休みと言ったらでいこう。まあ、はい、いや休みと言ったら夏休みとか。いやごめん、春休みでいこう。いや春休み、春休み。春休みはもういろいろ遊んで。思いついた、僕も。え、ちゃんと当てに来てる、みんな。なんか当てに来てなさそうだから。もちろん行ってるよ。もちろん。行ってない、当てにしか行ってない。神風当てに行ってる、本当に。いや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 、これ俺様が思ってることを書いているんだぜ、今。あ、そうなんだ。いや、別に書いてるってどういうこと？建築してね、書かなくて。じゃあ、みんな来てー。さあ。春のものといったらこちらですよ、皆さん見てください。これパン祭り祝祭なんだよな、これは。だって大学行くにも宿題あるし、新しいところでもね。え、何これ。いや宿題いらねえよっていうこと。え、これは中学校で習うやつなので。ああ、まあこれは消します。わかんないものには蓋をします。まあおもんないということで。宿題はおもんないからね。まあ宿題だよね、春休みで言ったら。宿題宿題。じゃあ神風のやつ見るよ。夏休みのイメージの方が高いけどな。確かに。いいぞ、見て。はい、こちら。こんなのこれ。おお。いやいやいや、もちろん休み、夏休みと言ったら、おお。遊んで娯楽を楽しむんだぜ。すごいな、なんか師匠うまいね。うまくね、神風。うまくなったね。褒めたらで褒められるよ、多分。いいな。いや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 、なんかでもちょっと机のね、寸法が悪かったりするが、僕は多めに見てほしいんだけどな。すごい、何も映ってない。じゃあ行くよ、なるかみの。僕はい、じゃあ僕合ってるから合わせたから。こちらです。まあ今とこ違うけどね。どーん、これ何これ。あ、ベッド。あー、まあまあまあ全部いいな。でもまあわかる、全員わかるな。でも俺が語尾かな、ちょっと。俺たちがさ揃ったのってさ、最初のあれ、カレーが揃っただけな
よ。おい、カレー揃うの意味わかんないから。カレーは食べ放題よ。意味わかんねえだろ、カレー揃うのは。カレー美味しいじゃん。じゃあお題がむずいから、ちょっとじゃあ簡単にしていくか。これ終われねえから。マジで忘れちゃった時間。もうまだ30分だけど、まだいける。じゃあ次は、マイクラにない動物で、おっきい動物。追加してほしい動物を書いてください。マイクラ少しもか。よーし。おっきい動物。結構、いいんじゃないこれ。頭いいね。さすが。いやでもちょっと俺これさすがに下手くそかもこの今回。顔だけでもいいのこれ。ああ、いいんじゃない顔だけ。俺はもう体全体でやる予定だけどね。じゃあ来てー、ぬるかみだけ。はーい。マインクラフトでまだ追加されてない大きい動物、まあ、追加されてほしい動物だね。いくよ、せーの、はいはい、なんでしょう。キリンさんです、これは。キリンだよね、すごいいいんだよね。キリンさんです。だって大きい動物で、まあ、首長いし、まあ、あれとあれかなと思ったけど、あれとキリンかなと思ったけど、まあ、キリンかな、かわいいし。そうだよね。わんねえこれ。髪型のもの見るよ、せーの、おお。クマタンなんだぜ。クマタン。いや、うまいけど、でかいかな、クマ。まあ、でかいか。まあ、でかい。顔でかいし、これ。大きい動物って大きくない?もっと。いやクマさんも十分でかいんだぜ。まあ、でかいか。ほぼキリン。ほぼキリンだ、これ。マイクラにないもんね。見てもいいかなと思う。確かに、確かに。そうだね。まあ、大きいから。じゃあ行くよ、せーの、はい、あ、爆弾だこれ。これは爆弾じゃねこれ。なんで爆弾作ったの。大きい動物って言ったの。爆弾作んなよ。しばしばの爆弾だってこれ。ごめん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 、もう目どこ。ごめん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 。でもいいねこれ。まあだからな、いやー大きい動物って言ったのにシマウマか爆弾やめてよ。じゃあもう俺もう合わせに行こう。いやまだまだだ、もうちょいもうちょいやろう。終わりたい。俺もまた合わなかった。え、ちょっとあの3時間経ってますよ、皆さん。もうやる気ない。もう合わせに行こう。いや合わせる。リタイア、回るのだ。合わせるからみんな。次絶対合うこれ。信号機の色といえば3つしかないから。え、あれって青、赤、黄色だから、あ、青っていうか緑かな、ね、青でいこう。じゃあ僕、え、青、青、青じゃないの。まあまあ、青か赤か黄色かけばいいからね、信号機。じゃあ3時間やったら疲れるよ。俺様は頑張るんだぜって。え、終わった、もう終わったよーい。あー、どれにしよう。あ、まあこれでいくか。なんか分かってくんないんだ。まあいいや、じゃあちょっと来てー、こっち。もう3時間だから、3時間もやったらもう揃うよ。じゃあマインクラフトプロゲーマーだー。いくよ、見て、せーの、これ。まあ髪、え、待って、髪の毛が黄色だから、まあ黄色選ぶかなーと思った。そう。じゃあ行くぞ。じゃあここで俺のとこ見てくれ。次だ次だ。せーの。おお。もちろんね。もちろん黄色。はい、次見るよ。見るよ見るよ。終わる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 。
赤もあるけど。黄色を飛ばせて赤。黄色がいい。なんでさ、戦隊モードでも赤が一番かっこいいもん。でもだって。お寿司あるやん。可愛い生き物が書いてほしい。可愛い生き物。可愛い寿司のネタ。可愛い。ちょっと言うけど、かっこいい寿司のネタはだからカジキとかかっこいいなんかマグロも大きいって。だから可愛いやつ書いて。可愛いね。ああ、もうあれしかねえからね。これまああれしかないよね。可愛い。あれだよね、寿司、みんなちょっとあの寿司の名前も可愛いかも。俺がやるやつ。あ、僕も分かった。決まった。もうこれ一択。可愛いってやったらこれ作るしかないよな。可愛い。ええー、合わなかった。もうさすがに引退。名前可愛いからね、結構。いや、揃うか不安だな、でも怖いんだけど。揃う。よし。できたよ。はい、じゃあ来た瞬間見ていいよ。はい、これは、まあ可愛いというか、もうなんかみんな、うまいな、なんか可愛くない、卵可愛い、分からん、海鮮とかと比べたらやっぱり可愛さはあるしそう、生き物って言っちゃったんだよね。だから昨日てかさっき生き物って言っちゃったから、生き物を描いたらやばいかも、みんなが。まあ自分ちょっとあるけどな、そういう寿司屋で出る的なノリで考えてたから、まあセーフといったとこなんだぜ。名前は可愛いよ。僕は心臓バックバック今。おー、バックバック、ドキ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 。じゃあ神業見るよ。ほい、おー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 、卵、おっと、え、てか、うまい。いや、もちろん。卵卵だな、結構。でもちょっと言うと、卵って海苔ここまでいかん、巻いてあるよね。じゃあ最後カメ、なるかめ合うか、僕にかかってんだね。いくよ、3、2、1、おやった、やったー。動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。俺様のチャンネルも